こんにちは。焼き鬼チャンネルの、のりかずです。まずは、前回から変わったところを、紹介していきたいと思います。早速見えていますが、牧場の動物たちを一部、解放しました。放牧方にするつもりだったので、とりあえず、段階的にやってます。羊とかも、牛と同様に解放してます。ただ鶏ちゃんだけ解放していません。なので、こんな感じで増え続けてます。続いて、見晴らし台をちょっと進化させました。もっと、高くなる予定です。下はこんな感じに、4本の柱の2面ずつに、はしごがついている形です。登ってみましょう。照明の一部には、グロウストーンを使用しています。下から見ると、不格好ですね。展望室からは、こんな感じに、下界の観察ができます。ちょっと見にくいかな？続いて、サトウキビをたくさん植えました。これで、畑とは、しないと思いますが、十分な収穫量を、確保しています。そして、このフェンスです。このフェンスは、一応の牧場の土地を、区切ったものです。今後、広げるかもしれません。このフェンスは、外から侵入する何かを、防ぐためのものですので、途中途切れていても、他に仕切りになるものがあれば良いということにしています。なので、大きな谷、川にはフェンスを置いていません。これで、前回からの変更点の、紹介は、終了です。では、今回は、ネザーに行きたいと思います。そのための、ネザーゲートを作っていきましょう。作る場所は、この出っ張ってるところの中って、決めていました。レッツメイク。まず、大体中心から、上に登る穴を作ります。この穴は、横にマスにします。中には、はしごをつけて、登り降りできるようにします。このように、邪魔な穴があったら、埋めていきます。鉱石も、回収して穴は埋めます。適当な高さまで掘ったら、部屋を作っていきました。下から入れるように、こんな通路も作りました。ここは、海面の高さと同じ高さです。ここから、山の上のネザー部屋まで行けます。便利。ただ、弱点として、はしごちゃんの身長が伸びました。地味に時間がかかるけど、このくらいは、我慢我慢。さっきのとこが、山頂入り口ですね。で、ネザー部屋は、こんな感じ。結構狭いけど、結構いい感じじゃないっすか？私にしては、センス抜群普通に着火。これは、もう動画のことなんて、何も考えていないパターンですね。そろそろ、動画に慣れなきゃいかんぜよ。荷物を適当に整理して、ネザーへ、地獄の世界へ、いざ行かん。初めてなので、ロードが長いかな？どんなところに出るかな？素敵なところがいいなぁ。天国みたいなところがいいな。地獄ですね。やっぱり地獄ですね。ネザーはどこ行っても地獄なので、裏切らないですね。何のワクワクも感じさせない。それがネザー。と言ってる間に、もうゲートの保護を始めてます。ネザーに来たらまずこれってのが、ゲートの保護ですよね。帰ってきたら手洗いうがいみたいな、バス乗る前にトイレ、溶けみたいな、寝る前にスマホ充電みたいな、怒られたらすぐ土下座みたいな、カール食べたら歯にくっつくみたいな、ポテチ食べたら指がうまいみたいな、学校に着いた瞬間帰りたくなるみたいな、おにぎりの海苔が、歯にくっつくみたいな、ニンニク食べたら、ブレスケアみたいな、よく、話を聞いてなくっても、入って言っとくみたいな、アレルギーだけれども好きみたいな、勉強しろって言われると、やりたくなくなるみたいな。あれ？何言ってんだろ？少々取り乱してしまいましたが、完成形をご覧ください。どうぞ。こんな感じになりました。なんともモダンなこの外観は、お豆腐のようなものをモチーフにしているそうです。屋根には、母国で生産された、超高級品の、石のハーフブロックを使用し、
モンスターが湧かないような設計になっています。扉も、安心の国内産。厳選されたダークオークから生み出される、この重厚な質感は、いかにも高級品であることを示しています。未だかつてない、分厚い外壁は、敵のどんな砲撃にも耐えられることでしょう。材質は、国内の指定採石場で取られた。これまた高級な丸石。これをふんだんに使用した、外壁は、厚さ、3メートルにも及びます。それが、壁、天井、床にまで施されています。窓一つない、この建物は、さらなる頑丈さを求めて、日々進化していくことでしょう。今回建設したのは、のりかずさんのネザー別荘。本日、完成した別荘を初めて、見に行くのりかずさん。果たして、この視点でネザーを、うろうろして助かるのでしょうか。そして、リアクションはいかに。そろそろ、別荘に近づいてきたのではないでしょうか。わあ、目の前だった。はい。外観は先ほど説明した通りです。中に、入っていきましょう。このように、しっかり、壁は3メートルですね。あ、クリスマスにマイクラやってること、バレちゃった。今年も、サンタクロース来なかったなぁ。結局、ゲーム三昧だったなぁ。いやいや、そんなことどうでもいいんです。別荘の紹介を、しましょう。以上、3メートル検証でした。部屋の中は、ゲートが中心に、壁際に色々がある感じになってます。外装は、こんな感じ。いや、わざとだからね。あえて落ちたんだからね。周りが、崖ってこと忘れてたわけじゃないから。あの、あれだよ、下からのあれだよ。見た目を、ね。これを見せたかったの。そうだよ、そうなんだよ。この下からの、幻想的な見た目を見せたかったんだよ。っていうか、本当にすごいっすね。まさかこんなんだとは思ってませんでした。奇跡体験感が半端ない。アンビリバボーが止まらない。はい、じゃあ今回最後の目的、ソウルサンド集めをやっていきます。ソウルサンドは、ネザーウォートを育てるのに、必要なので、結構たくさん集めなきゃです。ついでに、ネザークォーツも集めていきます。下の方にありそうですね。あっちに行ってみました。これで大量に取っていけそうですね。地上に、こいつを敷き詰めて、畑を作る予定なのでたくさん必要だぜー。取り終わりました。これから帰りたいと思います。家に着くまでが遠足。いや、遠足とは人生だってよく言いますからね。無事に、人生を全うしなくては、いけません。何言ってんだろ。今回は、ここまでにします。では、また、次回の動画で会いましょう。またね、バイバイ。